ケルバニョン。ピーボイです。ピーボイです。セーボンマニパツセヨ。セーボンマニパツセヨ。喋ると。いやー、開けたね。じゃん。ピーボイは、日本にある美味しい韓国料理を紹介する YouTube チャンネル。で、主に新大久保をたくさん紹介してるわけなんですけれども、今回は、新大久保で絶対におすすめできる間違いないお店10選ということで17人いろんな方いますよね。初心者、中級者、上級者、指標を設けてます。初心者、新大久保でとりあえず韓国料理がなんか食べれたらいいやって人。結構その問い合わせありません？てかまああるあるある、その人たちがほとんどだと思う。中級者、一通りいろいろ食べてみました、だからもうちょっといろいろチャレンジしてみたいなっていう方向けで、最後上級者、はい、上級者 も韓国人ね。そうもはや気持ちは韓国人もう完全に韓国の空気と味を感じれる本格的なお店に行きたい方、ね、ということで2021年に行きたい新大久保の韓国料理10選レッツゴー、イエイ。まず一つ目のお店、茶館食堂。いいね。茶館食堂別館っていうところが、はいはい、新大久保にありまして、メニューの数がやたら多い、何でもあるんだなという、まずそうだね、メニューを見た時に、とりあえずどっかみんなで座れてなんか韓国料理食べればいいや、でもその日に何食べれるのか分かんないから、はいはい、とりあえず予約できるお店、茶館食堂、間違いないと思います。おすすめなのはチョッパルとポッサル、そしてタッカンマリ。これ食べた人たちは大体ハマって何回もそのお店に行ってしまうという、本当にとりあえずもうぶち込んじゃえば、迷った時はそこ、マジで全く問題ない。死ぬほど酔える死ぬほど酔ってる結構ちょっと揉めたりして2番目、焼きバンザイ。わーい。韓国料理といえばサムギョプサル食べるじゃないですか、やっぱまずは豚肉食べたいですと、ってなった時にやっぱり焼きバンザイに行った方が確実なんじゃないだろうかと、調理の方法が独特で、火がバーって上がるような、ね、この演出も多分誰を連れてても楽しんでもらえる、楽しいよね、なんか、ここで初めて韓国料理のこの見せる料理みたいな、はい、楽しみを、そうだね、コプチャンっていう、韓国版ホルモンですね、プリプリのホルモンをたくさんのシコで味わえます。シコでね、シコね、肉で迷ったらとりあえず焼きバンザイ、ここ行ったけば絶対に後悔しないんです。いいです。もうインスタのストーリーでも焼きバンザイを行った報告すごい来てるじゃないですか。確かに。3番目、肉と麺。よし、見ました。あこれは今やもう新大久保の行列店だいぶ行列だいぶ変わっちゃいましたよね。大名行列、そう、大名行列になってますよ、本当に。新大久保の麺の料理といえばジャージャー麺、ちゃんぽんありますよね。中華系韓国料理、新大久保、いや日本で一番美味しく食べれるお店ってやっぱり肉と麺なんじゃないかと。タンスープもついてくるんですけど、豚の揚げ物、あれもめちゃくちゃ美味しくて、これも一回行ってしまったらもう次も肉と麺に行ってしまうという、中毒性が高い。俺もう話してるだけでちょっと食べたくなってきた、お前ちゃんぽん食べたくなってきた。そう、一番俺行ったと思う。一番食べた、なんなら俺撮影の時寝坊してるから二人が飲んだスープの残りをジルジル切って飲んでうめえ、何これ結構衝撃度高いお店じゃん。衝撃度はめっちゃ高い、韓国度も高いからね、あそこは高い。4つ目のお店、ちょっとここからは難易度が高くなってきますけども、オバルタン。オバルタン先ほど焼きバンザイでサムギョプサル紹介しましたけど、次オバルタンで出てくるのはオギョプサル。なんだ、豚皮がついたサムギョプサルで豚の5段バラ、普通のサムギョプサルに飽きてきた人はかなり満足できるようなお店なんですね。そうだね、なんかちょっと中級っぽいかも。確かに、なんかこう1個いってるよね。1個いってる、こんなにまだまだ豚肉を美味しく食べれるお店があるんだっていう感動がまた、びっくりしたもん、オギョプサル、なんじゃこれって思ったし、サムギョプサル3みたいな概念がそこで出てきた。そうそうそう。5番目、ヘウンデ。韓国料理といえば海鮮がすごいってのを思い知らせれるお店っていうのがヘウンデ。やば、安、うまみたいな。そう、俺らの始まりの韓国料理だよね。そうだね、入り口、基本的に7000円のコース料理、これ1人7000円じゃなくて行った人全員で7000円から行っちゃってるん、
皆さんが最近 SNS で話題になって大好きになってカンジャンケジャン、はいはい、始め韓国式の刺身までいろいろとついて、葉っぱで巻いて刺身を食べるという、そうね、メウンで行きたいな。メウンタンがめっちゃ好きだから、はい、わかる。冬のうちにもう一回行こうよ。確かに。続いて6軒目はトモコ。あった来ました。お世話になってます。お世話になってます。一人でも行けるお店としてかなり P ボーイ視聴者にも好評いただいてるお店です。何がいいかって、めちゃくちゃローカリティあふれる韓国料理をたくさん食べれるということで、なんか意外とこう一人用って食べれないよね、新大久保で。新大久保はね、確かに何か鍋とかを食べようと思っても結構量がすごいから、うんうん、コメント欄でも来るよね。確かに一人で食べれますかとかさ、そうそうそう、トモコ即答ドン。なんか一人だからこそちょっと頼んでみようかなみたいなやつもあるからね。第7軒目ガヤチキン。あ、よかった、入ってた入るでしょ。韓国料理の中でもやっぱり次出てくるものチキンですよね、うん、いろんなチキン屋さんもほんと幅広い種類のチキン料理屋さんがありますけれども、一番チキンが美味しく食べれる韓国料理です。うまいね。うまいよ。他のお店と違うのは冷凍じゃないチキンを使ってますと、うん、そして純国産のチキンを使ってますと、このこだわりの時点でだいぶ味が変わるんですよね。本当にプレーン超うまいから、ね、プレーンがマジで超美味しい。超うまいから本当びっくりする。ビビる。あと本当にビールも超うまいからね。あ、そう、新大久保で一番ビール美味しく作るお店はガヤチキンだと思います。本当にそう。これな、どういう風に美味しいチキンを見分けるのかっていう動画もありますので、はいはい、ぜひそちらも合わせてみてください。チキン食べに行くならガヤチキン。分かってるね、この店分かってるな、分かってるね、確かに。じゃあこっから、はい、割と上級向けになってきますね。アングラね。アングラアングラでしょ。アングラ、8軒目、はい、サムスンネ。いいね。いや、確かに上級なのかな。そうだね。結構序盤に行っちゃったけどね。そう。鴨肉を食べるんですよ。鴨肉のサムギョプサル。大好き。アイガモの塩焼きと、あとチュムロクっていう辛い鴨があったりするんですけれども、新しい刺激欲しいな、韓国料理でって思った時に、この鴨肉。マジ、びっくりする概念変わりますか。うん。鴨の。思い出すな、初めて食べた時の衝撃。韓国料理なんか いいとこ言ってよっていう雑な問い合わせには、うん、サムスンネって俺結構言ってる気がする。それいきなりアウトローなとこ連れてっちゃうみたいな。絶対喜ばれるだろうなっていう、すごい自負がある。自負がある。いや、自負でもないし。結構韓国人のお客さんがめっちゃ、めっちゃいっぱいいる。めっちゃいるイメージ。そして第9軒目は、はい、ミナヤ。あー、ね、これでも買ってぐらい入り口に写真がいっぱい貼ってあるね。本当だね。本当にこれでも買うぐらいあるよ。ここはね、あのテレビでもいろいろと紹介されたりしてるんですけれども、うんうん、まああのポッサムが有名で、かつ、はい、あのそこでしか食べれないヤンニョム、うん、カリビ、うん、ヤンニョムカリビというホタテのヤンニョム揚げ、それ以外にもマッソサっていう飲み物一回飲んでみてほしいなと。確かに死ぬよ。普通店員さんに死ぬよって言われて酒注がれる。上級だね。上級だね。接客も上級。接客が上級。上級というか彼らも。なんか心が温かくなる店かも。お父さん超優しいから、ね。優しい。優しすぎるからね。そして最後10軒目。なんだ。新チョン食堂。はい。ああ、それはもう、これは本当に韓国。もう、この辺じゃん。あの、新大久保の中でも一番韓国、韓国の裏路地って感じですね。あの、初めて行く人はめっちゃ入りづらいと思います。入りづらいよ。で、そもそも予約の電話がまず電話した瞬間に、イェーイ、新チョン食堂見たーって。だから結構みんなビビるらしいよ。ちなみに俺肉と麺に忘れ物した時電話した時もよこせよだったあのお店さ、メニューもさ基本韓国語だからさ、そのあ日本語置いてくれてるんだってなるそこを乗り越えた先にあるのはめちゃくちゃ美味しいカムジャタン、うん、そしてめちゃくちゃ美味しいタクトリタン、あこれもね冬はおすすめ、まあ、間違いない鍋料理を食べれます。本当だよね。俺あれだもんね、その初めて韓国行くならプサンとかソウルとかどっちがいいと思うって言われて、新町食堂ってことだよ。まあとりあえず行ってみたら。そうだね。じゃあ次は絶対に行かない方がいいお店3
まだまだ新大久保に行くのはちょっとなって方もいらっしゃると思いますけれども、これからまたちょっと状況が良くなって新大久保に食べに行くときはぜひ参考にしていろいろと食べに行きながら韓国をどんどん味わって、うん、韓国に行けなくても、うん、日本でこれだけ韓国を味わえるんだっていうのは実感できると思います、うん、まずこの10個行けばいいんじゃないって思うよね。あ、わかる、ま、そうだ、結局全部行ってほしいんだよ、ね、そうまあ細かいお店 の、 紹介だったりは他にも動画たくさん撮ってますし、この10選以外にもいろんなお店紹介してますので、ぜひチャンネル登録してPV の動画たくさん見ていただければと思います。たまには新大久保に韓国料理食べに行くのもありなんちゃうか。バイバイ。